その豊穣なる大地の名はレスタニア。白竜の翼のもと、人々は生まれ、働き、笑った。竜への崇敬と感謝が文明を育み、人の英知は生と死の断りすら乗り越えようとしていた。しかし323年前、どこからともなく現れた黄金色の竜が大いなる白竜に戦いを挑んだ。戦いは三日三晩続き、誰もがその様子に固唾を飲んだ。四日目の日の出前だった。祈りが通じたのだろうか。白竜の通撃が黄金の胸を貫き、まばゆい翼は光を失い落ちた。人々は胸をなで下ろしたが、白竜も深手を覆い、そして落ちた。頭を上げ再び天空に登ろうとしたが、かなわず。人々は傷ついた白竜の周囲に集い祈った。やがて白竜は弱々しい声で言った。お前たちを各社にしてやろう。その代わりに私を守ってくれ。まだ消えるわけにはいかない。レスタニアを愛する者たちよ、固き砦となり私を守ってくれ。秩序をなくしたこの地を断りのうちに押し戻さねば。その後の304年、白竜は一人また一人と各社を増やした。そしてまた新たな各社がレスタニアの大地に立とうとしていた。どうもおはようからこんばんは、若殿です。今回私がプレイしていくのはドラゴンズドグマオンラインです。ちなみにプレイステーション4版ですね。こちらをプレイしていきます。でですね、まあ、ドラゴンズドグマ自体は、2012年に、プレイステーション3で発売されました。でそちらは一度プレイしておりまして、クリア済みです。でその後に追加要素のドラゴンズドグマのダークアリズン、これが発売しまして、こちらは少しプレイしましたが、追加要素を体験することなく終了しました。ただのドラゴンズドグマの2周目で終わりました。
で、今回私が始めたのがドラゴントグマのオンライン続編はまあどうなるのかなっていう話はあったんですが、なんとオンラインになって帰ってきました。いやー、どうです、まあ今私がいるのはいわゆるなんていうんですかね、みんなが集まる街ですかね。あえて人がいないサーバーを選んでいるので、今は人はオンラインプレイヤーは見えないんですが、実際はもっと100人ぐらいは入れるサーバーですね。それがいくつもあります。で、プレイ自体はぼちぼちやりましたね。それなりに育ってきたので、今回まあ実況を撮っていこうという流れになりました。ストーリーはですね、一応オープニングにムービーを載せていると思うのですが、白龍がいまして、で、まあ普通の人間がその白龍に心臓を捧げることで覚者、覚えるものと書いて覚者になって白龍に代わって世界を救うと。まあ、心臓を捧げたおかげで不老不死になりまして、まあ、その辺はゲームをする都合上の設定みたいな感じですかね。そういう風になっております。で、選べるクラスもいくつかありまして、まあ、片手剣みたい、モンハンでいう片手剣みたいなファイターとか、あとはまあ魔法使いであるソーサリーとか、あとは回復職であるプリスト、あとはナイフとか弓を使うハンターなどがありますね。で、私が今回選んだのはなんとプリスト、回復職です。もともとドラゴンズドグマをやっていた頃は私はずっと弓でしたね。弓でもう遠くからこうスナイピングするのがやっぱり好きでして、まあ、その辺メタルギアとかでも出てるんですが、まあ、そういうスタイルが好きですね。ダークアリズンではソーサリーしましたね。まあこちらはそこまで味わうことなく終了しましたが、そして今回選んだのがプリスト、回復職です。で、キャラクター自体は結構クリエイトできまして、まあ、私が今回作ったのはおじいちゃんです。おじいちゃんキャラですね。あのメタルギアの実況の第1話見てくれた方はいると思うんですけれども、相変わらず、まあ、年寄りばっかり好きなんで、キャラクリエイトではやたらおじいちゃんになってしまいますね。こんな感じですね。哀愁漂う、もうそろそろもう死ぬんじゃねみたいないでたちのおじいちゃんです。いや、おじいちゃん各社というわけで、まあ、心臓を捧げて各社にした竜もどう思ってるんでしょうね。各社というよりはあれです、不各社ですよね。いやー、こんなおじいちゃんが世界を救うんですよ。どうですか、不安になるでしょう。心臓ね、もう白龍さんも心臓をむしろ返してほしいと思ってるでしょうね。むしろもう目の前で握りつぶしてやるみたいな。いや、こんなおじいちゃんが世界を救います。で、このゲームですけれども、もちろんオンラインゲームなので一人でやるわけではございません。実際にプレイヤーたちを誘ってパーティーを組んで戦ったりしますね。で、それでもまあソロでも十分戦いはできますね。というのも、まあ、ポーンと言いまして、いわゆるまあコンピューターですかね、コンピューターのキャラを雇ってパーティーを組んで戦うっていうスタイルもできるので、まあ一人でもなんとかなりますね。というわけで、じゃあポーンを呼んでみましょう。なんかポーンっていうと結構抜けたような名前ですがね、むしろこの年寄りの記憶がもうポーンと言ってしまいそうな感じですが、ポーンですが、まず自分のメインポーンとなるポーンが選べます。これもキャラクリエイトできますね。他はサポートポーンっていうのがありまして、こちらは他のプレイヤーさんが作ったキャラクターですね。それをオンライン上に配信して、そこからまあ好きなキャラをまあランダムで選んで雇うという形です。で、これが私が作ったメインポーンです。
美しいでしょ。ちなみに声はセクシーにしてやります。こんなね、年寄りの相手をする、まあ介護的な役目ですかね。いや、目指せハーレムですよ。もうパーティーはみんな若い女性で組んでますね。で、後ろでおじいちゃんはもう見守るという、女性のケツばっか追っかけてるという、なんかケツケツ言ってるとあれですね、メタルギアのあれもあってか、なんかそういう趣味のように思いますが、違いますよ。ちゃんと私はちゃんとした、ね、男性ですよ。いやー、どうです、なかなか凛々しいですね。ちなみにクラスはこれはファイターですね。この2人で、2人とまあぼちぼちポーンを雇いながら世界を旅していますね。では一旦区切りましょう。 おい何やってんのお前は。お花を摘むのか。まあいいや。さてでは続きです。もう女性の尻ばっか追っかけてるおじいちゃんですからね、もうこんなに元気がいいです。とても年寄りとは思えないこの俊敏さ。この見てください、このフットワークの軽さを。これが各社の力ですよ。いや、これなら、ね、リュウさんも不覚とは言えないでしょう。ちなみにこの最初の街ですが、いろいろショップはありますね。武器、防具だったり、素材だったり、まあ、もろもろですね。さて、ではちょこっとだけ旅に出てみましょうか。このゲームの醍醐味は大型モンスターとの戦いですが、今回はまあ普通に戦いましょう。次回多分大型モンスターとの戦いの動画を上げるかもしれないですね。というわけで外に出ましょう。さあ行きましょうかマスター。では参ろうかの。あ、今のはプリーストのスキルですね。空中でふわふわ浮きます。まあフィールド上結構見にくいんですけれども、フィールド上にも敵は結構点在しておりまして、まあぼちぼち倒していきましょうかね。確かドラゴンズドグマの頃はキャラクターもみんな英語だったんですよね。それが日本語の吹き替えになりましたね。といってもなかなかイベントシーンでキャラクター喋ってくれないので、ちょっとその辺開発費を結構削っているんだなという印象はありますね。さあ始めるわよ。時間帯は夜ですね。まあ朝だったりもするんですが、録画しているのがたまたま時間の関係上、このオンラインゲームの中では夜になりますね。私のポーンはあんまり何もしてくれないですね。いろいろ命令は出すべきなんでしょうけれども、ね、私は回復職なので、まああまりこう攻撃に富んでいるわけではありませんね。もちろん回復も使いますね。他にもいろいろ攻撃力を強化したり防御力を強化したり、まあいろいろありますねスキルは。ただプレイステーション4版はあれですね、文字がちっちゃいんですよね。解像度を下げれば見やすくなるっていう話があるんですが、できればプレイステーション4なので、できれば綺麗な状態でプレイしたいですもんね。
は昔からいるリザードマンですね。尻尾を切ってから攻撃しないとなかなか正面ではダメージが通りにくいですね。おっと危ない。助けてくれんかの。全然助けてくれないですね、ポーンが。正面には全然通らないですね。当たってないじゃないですか、お嬢ちゃん。ジジイ物あさりです。気をつけて、敵の気配が。まあ、口先ばっかだな、このオナゴはの。おお、なんじゃ。お、頑張るか。ほら、年寄り任せにする。これやから最近の若いもんは。昔に比べるとなかなかアイテムが持てないんですよね。無料のオンライン、もと基本プレイは無料なんで、課金すればいろいろできることは増えると思うんですが、できればお金はかけたくありませんね。ざっとプレイした感覚はこんな感じですかね。ちなみにこの先には村がありますね。あとはフィールド上にいろんなクエストがあったり、街に行くと、まあ、困っている人がいて、その人が助けるとクエスト達成みたいな、まあ、よくある形ですけれども、気合い入れていきましょう。まあ、こういった感じでね。レベルは13ですね。最高が40ですね。あとはクリエイトもできまして、それで武器を作ったり、まあ、もろもろやって楽しんでますね。さあ始めるわよ。無料であっても結構いろんな要素はあるのでいいですね。一人でプレイするにも特に問題はありません。さて、では一旦この辺にしましょうかね。次はおそらくは大型モンスターとの戦いになると思います。ではご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。若殿でした。